番アイアンだったんです。イーグル、はい、おお、イーグル、ファン4でイーグル取ったのが9番アイアンだったんです。すごいすごい、2番2打目に入れたってことですか。はいはい、それもあってやっぱ9番へぇ、でも9番の調子が練習場で悪いとその日ちょっともう不安不安、あ、でもそういうバロメーターはあっていいんじゃないかなと思います。でましてその9番とかっていうのは短くて重い、直球が重いクラブなんで、はい、リズム取りにもいいですから、メインの練習で使うのも全然悪くないと思います。あ、それはいいと思います。ただあのこう9番が当たその日当たってるとすごい気分も上がってって、感じが良くなってリズム良くなってくるっていうのはすごく20番ですけど、はい、であのちょっとこう調子が悪かった時に不安だなと思っちゃうと、うん、逆にね、不安定要素増えちゃって良くないかなと思いますんで、9番が当たんなかった時は次の得意から考えるんですね。なるほどなるほど、ちょっとくだらない感覚で、はい、じゃあちょっと1回打ってみます。はい、110から110から距離も大体そのぐらい行ってますね。あのブルーの旗でここから106とか107ぐらいなんで、今ここから10まで行かないと違うんですけど、全然いいです。今日は9は調子いい、はい、今日調子いい。点数何点ですか。75、はい、意外と控えめです。調子いい75。1人だから1人だけど、できて下げた、ちょっともうちょっといいですか。まあでもそんなないことなかった、そんな悪くないじゃない。で、さっきのちょっと考え方も一つ、として、1球目、2球目、ちょっと1球目が少し2球目、1球目が2球目、はい、で、あれって、まあ、コースでいったら、ちょっと右行ったのはギリギリ外してるかもしれないけど、大体グリーンにもう近くとギリ乗ってるぐらいになってると思うんですよ。はい、でそこを良しとするかダメとするかで、だいぶこうその日の考え方、特に実際の場合その9番アイアンがバロメーターになってるわけですから、はい、あのむしろまあ全然 OK っていうふうに思っておいた方がいいと思います。常にポジティブになるわけです、そこは、はい、うわ、もうあんな右行っちゃった、どうしたろう、どうしたろう。で、現場行った時に、あのその距離になって9番アイアン持った時に、いや、さっき右ちょっと変わったしな、タレントマンかどうしようなんて言われてたんだけども、全然あると思うんで、あのやっぱね、良しと思うものを増やしておいてあげた方がいいですよね。はい、だって、石井さんが打ったんですよ。そう、あれはもう、たま、かわいい球だったなってぐらいの感じで。で、やっちゃいけないミスですよね、うん、を、決めといて、はい、その日はその球を打たないように、ね、していこうと、うん、それ以外の球はとりあえずしょうがないなというふうな感じ、はい、で、あの、ご存じいただいた方がいいかな。で、あとは女性の場合とまた男性の場合、ちょっとこの辺ごめんなさい、飛距離の差で若干あるんで、練習のテーマっていうのは多少変わってくると思うんですけれど、男性の場合だったら、やっぱりね、ピッチングウェッジとか、それこそ9番アイアンぐらいの距離、このぐらいがグリーンに、直接ちゃんと乗せられるっていう確率が8割ぐらいじゃないと70台出ないです。なるほど。よっぽど寄せワンが上手いっていう人じゃない限り、でも大概寄せワンが上手い人ってそのペース管理のペースコントロールとかが上手いはずなんで、ピッチング9番ぐらいまでだったら結構乗せる確率って上がってくるんですよ。逆に言うと、今90代、80代の方ぐらいで回られてる方、70代目指してる方たちっていうのは、男性の場合は特にピッチング、あのウェッジとかで、フルショットで、確実に同じような球、大体似たような球が打てる練習をしていただくといいかなと思います。で、女性の場合だと、やっぱフェアウェイウッドが中心になってきて、で、フェアウェイウッド
乗せられないと思うんで、そうすると今度40ヤード以内とかぐらいのアプローチの練習をしとくとだいぶ変わってくるんですね。3段目、女性の場合はね、本当3段目命なんです。3段目がどれだけ2メーター以内に乗せられるかというと、あと2メーターのパットが、まあ、どのぐらいの確率で入ってくれるかというところでパーを拾っていくってしかないんで、特にレギュラーというところになっちゃうと、そこら辺をちょっと考えて、はい、何を特に重点に練習しているかっていうことを考えられたらいいと思います。はい、リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23日と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした。100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、バイバーイ。